あ、余裕かも。お、カドバン取れた。ラッキー。バチタリアン。さあ、本日は最速バチタリアンの収録でエスパス赤坂海見さんにお邪魔させていただいております。さあ、この番組は最速実践最速配信を目指しながら大の魅力を皆様にお届けする番組でございます。さあ、今回の機種なんですけども、楽しみすぎて昨日一睡もできなかったです。すっごい楽しみだったんですけども、この今回の機種ですね、 T 中森明菜歌姫伝説ザ・ベスト・レジェンドでございます。明菜は私ね、初代から打ち込んでおりまして、初代はもうそうですね20年ぐらい前ですね。視聴者さんわからないと思いますけど、ブラックアウト2枚落ち、あれか見たくて毎日毎日打ってたんですけど、それからもう20年経つのか、早いもんですね。今回の中森明菜も楽しいところをたくさん見つけて皆様にお届けできるように頑張ります。それでは実践スタートです。はい、じゃあ中森明菜打っていきたいと思います。ちなみに私この筐体打つの初めてなんで、このハンドルがすごい違和感。サウィングだよな、それは。お、大変チャンスだ。これ多分特格ニーランド格変の機体があるやつやる。あったあった、こういうの。赤赤赤赤赤、左左左。レディー。赤入れ。赤組頑張れ。あ、入った。おお、そんなことある。一回転当たった。マジか。これ特格ですよ多分。これあの2ラウンドなんとかですよ。やった、すごいですね。番組始まって一回転ですよ。やりました、やりました。これ白熱連モードは格変なので、いやー、そんなことある。いや、嬉しい。タトゥーで、やっぱデザインだな、まずね。お願いします。で、まあ電サポのあたりは格変の振り分けが多いので、当たれば確変っていうのがまだ分かんないんでね。当てよかった。7点じゃねえ、これボタン赤い。はい、テレビかよ。テレビかよ。まあ7なんで高め、15ラウンド確変だと思います。ありがとうございます。ハンドルを右に回してターニングアタッカーを狙ってください。いやー、もうパチンコ打ち続けて、パチンコ始めてそうですね、もう20年以上経ちますけど、25年目ぐらい経ちますけど、1回転で確変319渡ったの初めてです。あー、キレちゃん、かわいい。やっぱホワイトですよね、明菜といえば白。なんで言えば白というよりも、その大地さんの
なんていうんですか、特殊柄っていうのかな、緑とかダメなんじゃないかな。でこの辺のねテロップ変化もあるんじゃないかなと思ってるんですけど、なんせ初打ちなもんで昨日取れなかったんですよね、初日ね。これ張り付いたら多分格変だと思います。外れた、当たるか。途中で復活あたりでどうなんだろう、途中で復活あたり格変っぽいんだけどな、イメージ。分かんないですよ。歌い切りました。で当たりが出てくるんですけど、単発やったらそのまま歌い切ると思うんですよね。赤で4回ボタン引くつ、はい、あでした。ただこれ歌姫ボーナスですけど、わずかながら格変っていう振り分けもあるみたいなので、そうでいいじゃねえな。すごーい、うーわ、全部実写や。よく大さんこの映像を引っ張ってくれましたね、ありがとうございます。かわいい、仕事忘れそう。やっぱりどんなあたりでも1500個払い出しですけど、あるのっていいですよね。で、ここからは時短は確変です。あ、ピンポ出た、懐かしい。このモード掘る変化したら通常引きやったんかな。カードが入った、緑か、あたたたたた、惜しい。一応カウントダウン入りました。刺激か、ボタン赤いぞ、はい。大チャンスだった気がする。50回回したんですけど当たらないので、まあ多分この状態は時短だと思います。まあ確変中の確率が40分の1ですけど、ハマる時もあるぞ。まあ内部的に確変だったら多分これですね。そうじゃないな、これは泣きの3回転。まあ多分テンパした当たりだと思います。この3回転はこれは前作同様、だ3回転でね、当たり確率を引かなきゃいけないから、これはなかなか成功しないんでしょうけど、ここで多分ライブ的に確変やったら開くと思います。でダメと、今のは時短だったということですね。いやもう十分です、十分です。やっぱ八分五流っていいですよね、楽だわ。通常時から歌が聴けるこの幸せ感、
はい、改めてスペック紹介なんですけども、中森明菜歌姫伝説ザ・ベストレジェンド319のでお当たりしまして、継続率が 61% ですね。で、へそと電柱とお当たりの振り分けが変わるんですけど、まあ、そんなさほど予想だと各編、2ラウンド各編ですね、1回転目に当たった2ラウンド各編が白熱チャージですね。それが本当だと 17.5% で、電柱の大当たりだと 9%、 そこの違いですね。そんな気にしなくて大丈夫なんですけど、まあ、結局特殊に電柱の当たりの方が、まあ、10ラウンド各編にの振り分けが多いので、電柱当たりでした方が、まあ、出玉的にはいいよねっていう話ですね。で、当たれば必ず1500払い出しからの時短100回つくので、誰もが打ちやすいスペックとなっております。で、この機種の待ちどころ表差し的にはチビナ軍、ビバゾーンのゴールド、テントウムシ柄、白熱ライブ予告、ピンクチャンス目、赤チャンス目欲しいよ。多分ミドルホリオに対応してると思うんですけどね。ただ一個天満が天満に入ってんだよな。赤赤で赤でなんやねん。どっちか今ホリオ変化で出たから緑が赤になるのかと思った。でね、これね、ゴルフボールも赤があったんですよ、前作は。だから赤だと多分穴落ちると思います。いいこと起きそうですね。ダブル緑や。じゃあ当たらないと思いますね。リッターにしろ。じゃあこれ。まだまだ行っちゃうよ。多分チャンスはついてないやろな。一応まあチャンスアップなんでしょうけど。発展は？落ちてきたのね、さっき。頑張れ。頑張れ。あってきて。楽しい。ここに注目よ。やっぱ右残念あんのか。行けるかな、一人に。落ちた。あれ、赤落ちたで。やったー、また当たった。得意者だったんで、へその振り分けだったんで、17.5% の方ですね。持ち玉でつながり申した。ごめんね、あの青ホリを文句言って。君頑張ってくれた。でも次緑ホリを使えてんだよな。どうなんだよ。行くぞ。次の変動はミドル保留ですね。さっき見えてたやつ。
ああ、センターかからずか。待って待って待って。あ、こうならいい。こうってどうなんだろう。あれ、エイジ変わった。わあ。アルフィの A です。そうですよ、アキラの A ですよ。やったぜ。おめでとう、おめでとう。ナナ治ってるよ。4回転目でこれどうですか、どうですか。とよし、この4回先読みでしたね。どうなんだろう。あー、なるほど。ね、ループタイプっていいでしょ。あの、今50パーハマってるんですけど、別になんですよね。これが SP とかやったら気が気じゃないでしょ。半分ぐらい終わるんですから。そもそも40分の1で60ハマってるでしょ。あんな 150の100とかいけるかって話です。あった。やめてやめて。これは危ない。やめて。いらない。いらないとき押さない。ですよね。まあいいでしょう。で、こっからロゴが落ちれば A ですね。落ちず。まあでもロゴ危ないでしょうね。はい。とん。まあ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 。あですね、じゃあ今回はライブボードをレッドにしたいと思います。まあ、おそらくこの感じ2人が歌えばみたいなやつ前作の1位。やばい、何も発展しない。こういうのはね、外れてもいいからね、発展しなきゃダメな。あ、赤いぞ。まあ、ディーバーで出てたね、ライン、リーチラインが。これ、偉くないか？青いままやな。テンパイするときディーバーで出てたんですよ。あれ、多分タイトル、あの、リーチライン、金扱いだと思うんだよな。あ、賛成、賛成したら次で落ちないですよ。前作の法則性が生きてるなら。ここで2人とも、2人とも、あ、1人か、脱落。ここで2人やったらもう暖かくなんですよ。残り1枚でしょ。1人は落ちるんですけど、2人いたら絶対落ちないんで、どっちか残るんで。はい、ドン。あー、マジかー。楽しかった。ペンちゃんか格変のジャッジがまた始まります。
まあ基本的にね、100回回して当たらないってことは大体今時短なんでしょうけど、まあこれ開いたらおったんかいってなりますね。でもね、いや十分です。まあちょっとした小ネタなんですけど、ルタモード時短かかけへんかわからないモードで終わったりした場合、終わったり開始時にこのボタンを長押ししたら、この周りが青をは赤に光るみたいです。青で光った場合は内部状態が時短だったということが時短だったということになります。で、赤く光ったら確変でしたよ、もともと確変でしたよっていう下演習、まあ、下のところはなんだっていう話なんですけどね。ただ青かった場合はうわ引き戻したやったでいいと思います。さらず、歌いめチャンスだって。あ、とくついちゃうか、これチャンスや、これへそ保留なんでチャンスですよ。また百物よいしょ、これとくずにやったら特化が 9% になるんで、10% 引けてるかどうかって言ったらちょっと厳しいですけど、今これへそなんで 17.5% あるんですよね。ここに注目よ。あれさっき上じゃなかった？この役物。あれ？ここだっけ？あっちだっけ？両方いいっぽい、両方いいっぽい。左がいいな、やっぱり。はい、いた。てか、これでしか当たってない。すいません、これしか当たってない。でも、いや、薬物の終わったなんか楽しいね。まあ出来レースですけど。ありがとうございます。あ、燃えてる燃えてる。多分あの秋の保留だ。頑張れ頑張れ。頑張れ。仕事終えた感あるわ。ありがとう。映像的にはなんか同じですね。そんなこと言われてもね。あ、でもありがとう。にはならなかったので歌姫ボーナスになりました。ただこれ多分確変だと思うので、さっきのやつ、さっき あの小ネタのやつやってみますね。まあ、おそらく当たると思います。あのすぐたぶん扉が閉まって2人になると、やっぱちょっとしたプチ作曲だと思うんですよね。これね、赤保留になる。そうそうそうだよね。マイク持ってた上位の保留に変化します。これ多分当たると思います。内部的に確変なんで。まあやっぱ赤とかやっぱあるんだよね。そうだよな、あると思ったよ大地さん。あるよね。多分これ増えていくと思います、人が。タトゥーとデザイアが偉いのかな、これ。あ、ずっと一人や。
あ、なんか走ってた。で、出てきて打たれたもその時点で当たりなんですよね。あ、これで暖かくです。落ちるのは一人しかいないっていう意味です。二人とも出てきたら多分、あー、二人とも出てきたらね、多分ね、確変だったと思うんですよね。前作二人とも出てきたら高めの当たりだったんで、あー、くそー、お、A になるのかい。なんなん、ならんのかい。で、ここを押すと、赤くなりましたね、ボタンが。これは内部的に確変でしたよっていう意味です。で、これ今4が当たってたじゃないですか。まあ多分イメージ通常だと思うんですけど、で、この100回転で当たったらラウンド始まる前にボタンを押して、内部状態を知れるというお話でした。くそー、あんなバシャーって言ったから確変なのかと思ったやん。まあ今の敗因は2人、最後2人が参戦してたのに1人落ちちゃったからですね。2人とも出てきてたら多分確変というか赤ずがら以上が出てきたと思います。秋名初代も2も3もバカみたいに打ってたんでね、それぐらい分かりますよ、大地さん。じゃあこれやってみましょうか。マイクの数だけってどこでいいのか。ああ、なるほどね。でもまだ6個残ってるやん。 80% で、まだ6個残ってるで。90% までいったのに。はい、よし、ここでボタンを使ってみたいと思います。当たってました。何やったん。で、この時今の状態が何だったか調べたいと思います。青でした。ということなので、2回転で319を引き戻したということになりました。すごいですね、この台2回転でまた319が当たってくれました。あのマイクのあんま面白くなかったね。やっぱ真ん中レッドが多いかな。で、この4のあたりがどっちか分かりませんっていう話。さすがに2回転だったんで内部的か、確変だったかなと思って、これが赤、あ、まあそうだよねっていう話をしようかと思ったんですけど、青だったんでびっくりしましたね。赤雷、あー、惜しいです。あ、ボタン震えてる。あ、これや、熱いと思う、震えてる。あー、赤保留や。熱かな、書くの。あ、熱か。ボタン振動3回からの赤保留です。色、うわー、ただボタン震えてるんで最終までは発展すると思います。内容次第。あ、
らしい。ロゴ、あの貼り付きチャンスアップなし。ただあと2回ぐらいあのチャンスがあるんで、いけなくないぞ。赤ホリューとウォーターブルブル、はい、よしやった気持ちいい気持ちいい。見た皆さん、いや超一嬉しいかも。今59回転で、内部状態をまた見たいと思います。赤でした、各辺内部的に各辺だったということです。今のガッツポーズじゃなかったんですね。そのうち当たってたって話でしたっていう楽しみ方ですね。今の私時短かなと思ってたんですけどね、2回転の方が格変っぽかったでしょうね。あ、合ってるよな。ありがとう。まあでも A の後ろが1なんで、当たったら A なのかな、確信だったら A なのかな。でもあのタトゥーチャンスで先輩攻めたら優勝だよね。はい、これは時短だったということですね。やっぱ1位だったのにな。じゃあ先読みチャンスにします。うん、チャンス、もっと5だ。前作魔王とピンクの手紙あったんですけど、まあピンクの方がまあ強かったんで、このピンク方でちょっと期待します。ピンク方で食べてますけど、パセ、アオリ、ヘもあるんだ。楽しい。これ多分続けば続くほど偉いと思います。前作そうだったん で、この辺にね、なんかチビチビなとかが出るとね、なんかあったんですよね、チャンスアップが。見た感じ、今のところチャンスアップは出てないね。ずるずるずる、そう。あー下段階か。あーダメだ。リーチ青だ、白でしたね。はい、まあいいでしょう。やっぱり保留変換は歌後半まで行ってくれるっぽいですね。了解。そう考えたらメリハリが効いてていいかもしれないですね。ま
まあ、今日の初当たり通常時に関して3回ともね、グランド確変だったんですけど、まあ、あと1回は初当たり取りたいなと思ってます。秋奈らしいこう脂っこいみたいな演出が出てほしいですよね。リバーゾーンから、あ、あ、来た。さあ保留手紙は青のまま、あ、触れた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 、当たった。赤かったと思うんだけど、赤って8割くらいじゃないの。次よ、あ、白か、ロゴが赤かっただけか。ボタンブルブル6割くらいあるみたいです。ギジレンさんですね。ギジレンさんの内容次第なのかな、これ。いや、まだギジレンだと思います。継続、ワクワク、あふれてる。脂っこいよ、脂っこいよ。これさっき上上下あった？さっき上下よりなかったもんね。どこが当たりの分か分かりません。すごい真っ白や。これが本気最強の白熱デザイアリーチで、信頼度6割ぐらい、6割ちょい、7割弱あるみたいです。まあ、横からの内容も強かったんで大丈夫だと思います。アキナってえぐいの外れるイメージないもの。ボタンブルブルからですからね。ボタン普通やけど、はい、よしよかった、嬉しい。お隣さんいなくなったんでちょっと下げますよ。あれ、後ろにちょっとうるさい。特ずにの当たりなんで半分 50% が確変ですよ。 40% が通常、はい、まあいいでしょう。こうやって当たるんですね、通常時ね。やった、確変だった、よいしょ。確変でした。あのね、今ねお隣さん13連ぐらいされてちょっと見てたんですけど、チラ見で右の5は5あたりは
おそらく核兵器態度が高いんじゃないかなと、全部戻してたので、で最後は偶数で終わってましたね。だから言うなれば右の1はダメですけど、ここはやはり前作の強さっていうのを持ってると思います。通常じゃ分かんないですけど、琵琶湖調べですよ。あんまりね、ガン見するのは失礼なんで、横目で見てましたけど、やっぱりいただける知識はいただいとかないとね、自分で当てるのもなかなかね大変なんでね、そうやって自分の番組への予習はそうやってやってますね。よいしょ。ボタン赤い。はい。あということで、琵琶湖選手の時間は終わったみたいです。開かず。実践終了です。ご視聴ありがとうございました。さあ結果の方なんですけども、投資がなんとワンコインなんと1万6000発と、もう最速バチタリアン上々のスタートじゃないでしょうか。非常に波のいい台でございました。さあ、アキナなんですけど、やっぱり今やっぱりパチンコは早いが正義になってますけど、そうじゃないとやっぱり改めて思わせていただきました。319を引けば必ず1500個プラス時代100がついてきて、で8個保留とまったりゆっくり遊べる台なので、この時代にはそこはないかもしれないですけど、本来のパチンコの楽しさっていうのを今回私初打ちで思い出させていただきましたので、今後も秋田バンバン打っていきたいと思います。さあ、そんなわけで私第初回の最速バチタリアンを務めさせていただきました。2回目3回目まだまだこの動画続きますので、応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はこの辺で終了いたします。ありがとうございました。さよなら。